3分でわからん第250歩兵師団、青師団解説ハッチマールよ。第二次世界大戦ではスペインは内戦による国力低下や西側連合国への配慮のため枢軸国には加盟しなかったが、内戦でのドイツ義勇兵の献身や祖国を混乱に陥れた共産主義者への恨みから、独ソ戦勃発直後からドイツへの義勇兵派遣が議題に上がった。ドイツ側はこれを侵攻開始わずか2日後に承認、7月にはスペイン人義勇兵と少数のポルトガル人義勇兵がドイツへ到着し、総統への宣誓を行った。彼らはドイツ式歩兵師団として編成され、ファランヘ党員が着用していた青いシャツにちなんで師団は青師団と呼ばれた。8月末には訓練を終え、モスクワ攻略のために中央軍集団へ配属されたが、計画が変更されたため師団は北方軍集団へ移動。スペイン兵とドイツ兵との関係は基本的には良好であったが、義勇兵の規律が低く、しばしば略奪行為を行ったためドイツ側がこれに対して苦言を呈していた。だがいざ戦闘が始まるとドイツの評価は180度変わることとなる。師団のモスクワへ進撃するドイツ軍を支援すべく、前線の維持を命令されたが、ソ連軍は連日陣地へ砲爆撃を加え執拗に攻撃。だがスペイン兵は氷点下30度という極悪な環境にもかかわらず一歩も引かず常にこれを退け、1ヶ月以上にわたって陣地を維持。これにはドイツ側も称賛の声を押します。当初懐疑的であったヒトラーも師団の活躍を絶賛していた。ただ被害も大きく、41年末までに約3700人が犠牲になった。42年に入り、師団はレニングラード近辺で防衛に従事、ソ連側が海位を目指しリュバン攻勢を発動した際には他の師団と共同し、第二突撃軍を殲滅し司令官ウラゾフを捕虜にした。43年1月、ソ連側は再度海位を目指しイラクサ作戦を発動、すでに消耗しきった枢軸軍はこれに耐えきれず撤退。レニングラードへの陸路が一部回復し、師団はこの攻撃で一個大隊を失う。敵はこの成功に味を占め、北方軍集団を殲滅すべく2月に北極星作戦を発動させたが、師団はここで最後の抵抗を見せた。攻勢初日で師団は2200人もの犠牲を出したが、それでも陣地を死守し、たとえ包囲され分断されても最後まで抗戦、多くの大隊が全滅してもなお敗走せず地対戦闘を実施。わずかな対戦車装備しかないのにもかかわらず100両もの敵戦車に抵抗し、最終的に攻勢3日目にこれを止めた。後に6倍もの敵を食い止めたとして知られるこの戦いはクラースヌイ・ボルの戦いと呼ばれ、スペイン人義勇兵の武勇を世に知らしめることになるが、師団は戦力の3分の1を喪失、この犠牲や本国の方針変更もあって師団は解散され帰還することになる。44年に入って、志願者を除く兵士たちが続々と故郷に帰還したが、数年前に出発を見送った熱烈な民衆は消え、彼らが降り立ったホームには誰もいなかった。終わり。平定。